こんにちは、グラス工房タップの福田勝です。10分水墨画、今回の画題はピンク色の繊細な花が美しいこの植物です。ネムの木です。ネムの木ね、マメ科なんですけれども、スイートピーのようなね、蝶々のような花、長径花って言うんですけども、ああいうね形ではないですね。このピンクのね、細かいケバケバのようなのは、これはおしべなんですね。まあ花弁はねほとんど見えないというかね、まあ、なくなっちゃってるんじゃないですかね。夜葉っぱをね閉じるところが、まあ、眠っているようだというのがね、ネムの木の語源だそうです。はい、このね、繊細な花と、そしてね、羽のようなね、羽状伏葉と呼ばれるあの葉っぱをね、面白く描いてみたいと思います。それでは材料のご紹介です。筆は中筆1本、小筆2本、面相筆1本。紙は画線紙、半紙の大きさです。梅という製品を使いました。絵の具は花の部分にピンクですね。ホルベインの W013 オペラ。その他の材料のご説明はすいません、割愛させていただきます。お時間のあるときに20番の動画をご覧ください。描き始めにあたって、まず小皿にピンクのね絵の具取っておきます。小皿には中墨ですね、水を入れて濃墨少し入れて、薄めて中墨を作っておきます。最初に小筆で枝からです。水で洗った小筆に濃墨ちょっとつけて、左上から右下に向けて、あ、ちょっと濃すぎましたね、少し薄めて、はい、先を描きましょう。はい、さっさっ、ところどころね曲げて節々を作ってください。ここから花の出る小さなね枝を出します。ネムの木ね、枝がとても細くて繊細ですので、これ今ね細筆で描いてますけど、筆先をね上手に使って細い線で描いてください。はい、小筆の水気を取って先をですね少し割らせるんですね。扇状に広げる。これでね花を描きたいと思います、ね、この先に中墨をつけて、この筆のね割れた毛一本一本で花の細い線を描いていきます。こうやるとね極めて細い線が描けるんですね。はい、でまたまとまってきちゃったら、ちょっとね手で、筆先ね広げてください。ところどころ濃い墨を入れるとね、これちょっと濃いの入れてみましょう。これ筆を割らせるときに十分ね水分を手ぬぐいでね、取っておいてください。次に面相筆で点々ですね、粒々、この基部のところですね、この細かいしべが出る基部のところに小さなね粒々があるんですね。多分ねこれがね花本体だと思います。でつぼみらしきものもこの粒々だけでできてるんですね。はい、これも面相筆で細かい粒々、ごま粒より小さいですね、描いておきます。はい、次に小筆きれいに一回洗って、また水気取って割ってですね、今度ピンクのね、花の先っちょの方のピンクの部分を描きます。先ほどのね墨とまあやり方は同じですね。筆先割っておいて、やはりこの筆一本一本、毛一本一本を利用して、この扇状のねピンクの線を描いていきます。まあここまでね描けば、あ、ネムの木の花だなっていうふうにはなると思いますね。
はい、次に葉ですね。葉の小さな枝っていうか細い枝、これをね葉柄っていうんですけども、これを描きます。小筆に先端に濃墨つけて、葉っぱのねまず中心になるところ、そこから両サイドに細かくまた分岐が出ます。たくさん両サイドに出ますね。この羽状伏葉っていう形なんですけども、羽のようなね、鳥の羽のような伏葉ですから、これからいっぱいね細かい葉を描くんですが、この全体でもっておそらく葉1枚っていうふうに扱うんだと思うんですね。はい、まず芯の部分を描いておきます。そして中筆使います。中筆水で洗って、はい、ちょっと中墨つけて先端濃墨でね、各葉っぱは小さいんです。はい、この小さな葉っぱがリズミカルに等間隔で並びます。まあ、あまり筆を動かさずに押し付ける感じで描くと綺麗に描けますね。まあ、葉っぱの大きさはですね、小筆で描ける大きさなんですが、小筆だとねすぐに墨がなくなって何度も何度も墨を付け直さないといけないんですね。そうすると付け直したところから先が濃さがね急に変わっちゃうんですよ。ですからそうならないようになるべくこのね中筆か、もっと言うと太筆みたいなのを使ってその先端だけでね描いていくと非常に効率よく大量の葉を描くことができます。先端に行くほどだんだん短くなっていくんですね。で根元の方が長い、そういうのも注意しながら描いてください。でこの葉っぱは一番最初に描いたね、この一群は一番メインになる葉っぱなので、ちょっと濃いめに描いてます。これから数枚これをね同じの描きますが、で濃さをねやっぱり変えていかないと面白くなくなりますね。こちらにもまず芯になる葉柄を描いて、その周りに小葉、小さな葉っぱを描いていきます。こちらは先ほどより少し薄めに描いてます。それでもね、どうしても墨を付け直すとそこから先はまた濃くなっちゃうんですよね。まあ、この小葉の列の中にある、まあ、ある程度の濃い薄いは、まあ、面白みのうちだと思います。ネムの木ね、ネムの木葉っぱがいっぱいあるんですけども、今回ね上の花をあまり邪魔しないように葉っぱはね控えめに描きたいと思います。ですから今ね花の中に葉っぱが干渉しないように下にね、主に下の方に葉を集中させて描いてます。ここは極めて薄く描いておきますね。向こう側に遠くにある葉っぱ、こういうの空気遠近法って言うんですね。これで描いておきます。署名して、落款して、ネムの木の完成です。ワンポイントアドバイスです。毛のように細い線は、筆の水分を取り、穂先を割らせて描きましょう。ネムの木の水墨画が出来上がりました。花がねあまりにも繊細なんでね、葉っぱの数をねちょっと減らしました。すごく少なくして、花が負けてしまわないようにしたつもりですね。本物のネムの木はねこの葉っぱがもう本当にたくさんあるんですけどね。またね向こう側に隠れてる葉はね、すごく薄くしてくださいね。全部の葉をね濃くしちゃうとね、やっぱりこれも花をね、まあ交代させてしまうっていうのかな、なんかこう花が目立たなくなってしまいますんでね、夏の花ね、まあいろいろこれからもね咲き始めると思いますんでね、また見つけて描いていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。